じゃあ、次行きます。はい。えー、次が、えー、竹地。昨日ね、竹地でね、一番盛り上がった放送枠となったんじゃないですか。えー、竹地ね、新しい家先、いえ居、ー、候先が決まりました。今度は、またちょっと変わったとこなんですけど、 同棲のラムちゃんっていう家に同棲することが決まったらしいですこの方ですねラムちゃんこのびっくりしたけど写真この,の方リスナーさんがこれなんでこんな写真写り悪いんだろうラムちゃんこの女性の方ですこの女性の家に居候するらしいですよ まあ、どうだろうね。俺も揉めると思うよ。うまくいかないんじゃないで、竹内とく君どうなったのと。で、昨日竹内に LINE 送ったんで、別れたのかと。普通に別れてないって。うん。別れてないらしいです。ちなみにく君も、これではちょっとわかんないけど、これラムちゃんの家に泊まるの。居候補すんのかなもう、 そうくん、竹地なしじゃ生きていけないでしょ。閲覧がさ、竹地いてこその閲覧だから。ね。三人でラムちゃんの家に泊まるのかなあ、しないんだ。なるほどね。あ、なるほど。そうくんが京都に帰った竹地がラムちゃんの家に行くという流れなんだ。まあ、同性同士だよね。 俺は竹内が同性同士でうまくいくとは思えない。うん。なんで舐めてかかりそうラムちゃんに対して。はじめは居候してていい感じでね。まあ仲良くしてる感じすると思うんだけど、後半ぐらいからラムちゃんのこと舐めてかかりそうだよね。正直、竹内ラムちゃんなんて知らないと思うし。なんかもう家を乗っ取りそう。うん。 多分ね。あ、中学生の子供がいるの。ええー、めっちゃ嫌じゃん。ね誰って思うよね、武吉。えー、帰ってきた竹内がいるんでしょ頭にさ、手乗せて。ね寝転んで。俺だったり嫌だよ、思春期の男の子で。まあ、ぶっちゃけね、竹内は可愛いけど、その可愛さがまた別だからね。 美人のお姉さんだったりとかすごい綺麗な人だったらね可愛い子だったりとかしたらもう思春期の中学生をおっってなって帰ってきて楽しみになるけどうんマスコットキャラだからねどう思うかね思春期が中学生の JK なんだあーじゃあよりダメじゃん何だ男の子じゃないの女の子の方なのよりちょっと嫌なんじゃないの JK、わかんない。JC か上にもいっぱいいるんだね。多分、ラムちゃんは優しい人なんだろうね、きっとね。まあ、揉めないことを祈りますよ。子供二人いるの。えまあでも、祈りますよ。ラムちゃん。だから、顔を見る限りラムちゃん、ちょっと抜けてる感があるからさ。見る感じで顔だけ見ると。あの、放送自体見てないけどさ。 まあ、竹市を止めるっていうことぐらいだからもう抜けてるんだけど元からうんトラブルに巻き込まれないか心配ですよあパチンコしてるのじゃあもうなおさらもうなんかおかしいことになりそうだけどねまあでも竹市をまあこう、まあ、安牌にねこうかくまっているというか こう引き取っているる状態はは閲覧は上昇するからねもう本当に今、服の神だから。竹地を市中に入れてれば、閲覧上がるからね。トラブル起きれば、もうもめ事になるし。で、昨日、和藤さんの家行ってね、帰りたいって言ったんだけど、和藤さんたちに断られてたよ、ね。実家に帰りなって。竹地結構ダダこねてたけど。うん。いや、俺ももうね、竹地実家に帰った方がいいんじゃないかなって。 でも竹はなんか閲覧とかそういうの部分で減るからみたいな考えがあるんじゃない、まあ、最悪ねケチ家にかくまってあげてもいいけどね熊ケチ<ん>ってこう住んでいいの、うん、この家にあうんうんあいいって最悪武智入れるか服の紙だしいいよ いいいの、うん、いや俺がやっぱややだよやっぱり,や,や,っぱりやっぱね1週間とかだったらいいけどずっと住むのはねさすがにねこれクイーンのベッドなんだけど多分たぶんけしと俺で寝たらクマねここのここで寝ることになるよここで。 俺っでかすぎるから、寝れないと思う。ねえ、竹内と俺がカップになっちゃう、俺。マジで。だからまあ、竹内は、まあ家には、まあ心優しいからね、熊は。まあそういうふうに言ってくれるけど、まあまあ、ちょっとね、やめとこうかなと思います。うん。竹内、でも、 まあ一番信頼したのはワンだと思うけど。ま、けちな、あの、俺も、いつでも電話してきてね、待ってるから。はい。ってこと。あ、ラムちゃんだゼロリスなんだ。